まあ、この、まあ、霊感の強度、ね、表現する、まあ、あの、B としてですね、この、新約聖書の記者たちがですね、旧約聖書の中でですね、まあ、語られた、あるいは記された、この文章ですね、神様がこの明確に語られたというね、文章ではないですね、そういう、まあ、あの、出来事の注釈のような文章をも、まあ、まあ、神のものとしているというね、ところがありますね。まあ、注目に値するのはですね、このマタイ19章、ね、4節から5節、ね。そこでイエスはこう尋ねられている。あなた方は読んだことがないのですかと。創造者は初めから男と女に彼らを創造されましたと。そしてこのその時イエスは続いてですね、創世記2章24節ね、から、まあ、引用されていてですね、しかしその原名はもともと神が語られたものではないとね、男から女が創造されるという出来事のですね、あの注釈であるとね、この注釈をも神が語ったものとしてイエスによって引用されているというね、このね、これが注釈であるね、ね、こちらをね、しかし、まあ、こちらは神の言葉として引用されていると。ね。まあ、ですから、この、まあ、イエス様にとってはですね、この、旧約聖書、ね、OT、ね、オールドテスメントが断言して、ね、いることはですね、すべて神が語られたことであるとね、こういう、まあ、あの聖書感があったということですね。